にちは、しおさんでございます。今回は感動の湯豆腐とだし巻き卵たち、ここだけの空間でうまい料理と焼酎を楽しめる隠れ家的な居酒屋を紹介させていただきます。藤沢駅の南口にある後藤さん、この後藤さんめちゃくちゃ良かったんですね。おしゃれで素敵な外観に入る前はめちゃくちゃドキドキしました。中に入ってみるとまず店内の空間が素敵すぎたんですね。他にはない空間、こんな感じなんです。手前にソファー席のカウンターがあり、一瞬で目を奪われました。そしてこの席、座るとめちゃくちゃ座り心地が良かったんですね。テーブルも素敵です。そして奥にはお座敷席があり、こちらもゆったり楽しめるようになっていたんですね。メニューはこちらです。月ごとにメニューが変わるようになっていました。その月ごとに変わっていくメニュー、その中にコース料理も用意されています。さらにこれ以外にその日のおすすめのメニューもありました。こちらは仕入れなどによって変わるそうです。なので訪れるたびに楽しみがありますね。焼酎の珍しいメニューもこちらにありました。早速カウンター席に座って乾杯です。めちゃくちゃ素敵な空間ですよね。このテーブルでいただくビールは格別でした。お通しはおしんこの盛り合わせ、こちらをいただきました。このおしんこがまた美味しかったんですね。料理長が厳選したおしんこ、訪れるたびに内容は少し変わっていたりします。おしんこだけどめっちゃビールが進みます。そしてなんとなくこう安心感を感じますよね。食感も楽しめるおしんこはいいです。そしてだし巻き卵が登場しました。だし巻き卵がめちゃくちゃ美味しかったんですね。このだし巻き卵の美味しさ、その秘訣はだしにあります。そしてふわふわな仕上がり、まずだしの旨味、これが溢れてくるんですね。その美味しさを楽しみながらふんわりした卵の食感を楽しむ。だしについては毎日お店で引いているそうです。それくらいに出汁に対するこだわり、これを大事にされているだし巻き卵でした。なので出汁へのこだわりがそのまま美味しさに伝わってくるんですね。まず食べたい、そう感じた一品であると思いました。続いてお刺身の盛り合わせが登場です。お刺身も仕入れによって内容は変わってきます。このような感じでめっちゃ見た目がいいですよね。見た目から美しい、そのことを感じられるような盛り付けにもこだわっています。この料理長さんのこだわりというところが伝わってくる、そのお刺身、お刺身についてもぜひ食べたい、そう感じる一品であると思いました。まず特徴的なのは大きめにカットされているということです。そして大きめカットで美しい盛り付け、まず本マグロの中トロをいただきました。この中トロ、脂が乗っていていい感じでめちゃくちゃ美味しかったんですね。続いてイナダ、このイナダでかいですよね。でっかめのこのイナダ、しかもこれ大きめカットでいただけるのがありがたいんです。そしてソデイカ、このソデイカのお刺身もめっちゃいい食感で美味しかったんです。さらにカツオのたたきです。こちらも大きめカットですよね。とにかく食べ応えがあるんです。エビはこの日はゆでエビでした。こちらも美味しくいただきました。これらの料理たちでお酒が進んでいきます。この後はさらにお酒が進む料理が登場です。まずは鮭のハラス焼きが登場です。この鮭のハラス焼き、ボリュームがまずすごいですよね。長めの鮭のハラス、これが3本も入っていたんです。これはめちゃくちゃいいなと思いました。早速いただいていくと、柔らかくて脂が乗っていてめちゃくちゃ美味しいんですね。鮭のハラスといえば一番鮭でも脂が乗っている場所、ほんと美味しいですよね。食べ始めると止まらなくなる、それくらいにこの脂のうまさ、それがたまらないと思いました。そしてボリューム感がある、これもあった時にはぜひ食べたいおすすめな一品です。そこに湯豆腐が登場。この湯豆腐にめちゃくちゃ感動したんですね。湯豆腐ってこんなに美味しかったんだというぐらいにめちゃくちゃ感動しました。まずこの具沢山であること、
こんなに具がたくさん入った湯豆腐は実は初めてでした。この湯豆腐については家庭によって内容って違いますよね。うちの家だとめちゃくちゃシンプルで、豆腐とネギ、昆布、このシンプルな内容になっていました。なのでここまでたっぷり具材が入っている湯豆腐はほんとすごいなと思い、初めてのこの楽しみにまずめちゃくちゃ盛り上がっていきました。そしてこの後ポン酢の美味しさ、これに感動したんですね。自家製のポン酢を使っているこちらの湯豆腐、このポン酢の美味しさがほんとたまりません。そしてとろける豆腐やタラ、その美味しさがこのポン酢とめちゃくちゃ合っているんですね。食べていくと酸味が緩めで少し甘さも感じるような、そんな美味しいポン酢、これがこのとろける豆腐の食感と絶妙に合うんです。めちゃくちゃうまいなということを感じました。こんな美味しい湯豆腐は初めて、そのことを感じるくらいにほんとハマっていきます。ネギもめちゃくちゃ美味しいと思いました。そしてタラ、これもまたこの湯豆腐のポン酢に合うんですね。そして椎茸、こちらもこのポン酢にめちゃくちゃ合っていると思いました。次はこの中に薬味を入れて少し味変をしていただくことにしました。するとこれ鰹節とネギを加えることでポン酢の美味しさがさらに深まっていくことを感じたんですね。さらに美味しくなった湯豆腐、鰹節の風味がさらに奥深さを出していきます。ほんと食べ始めると止まりません。おかわりをどんどんしたいなということを感じる、それくらいにこんな美味しい湯豆腐は初めて、また言っちゃいましたが、それくらいにこの湯豆腐美味しかったんです。湯豆腐があるときは絶対に食べたいおすすめな一品であると思い紹介をさせていただきました。ほんと美味しいです。続いて登場したのは手作りのポテトサラダです。この手作りポテトサラダも2つこの盛りが入っているのがめちゃくちゃ特徴であると思いました。そう、後藤さんでいただくとボリュームが1つ1つかなりあるなということを感じます。そのボリュームがあるので値段に対しても納得感があるんですね。じゃがいものホクホク感が美味しい、いろんな素材の旨味とマヨの味わい、追加マヨもあるのでお好みで味変も可能です。そこに梅水晶が登場しました。梅水晶も美味しいですよね。この梅水晶は何といってもこの梅の香り、梅の味わい、そこにコリコリしたこの食感、サメの軟骨、これがめちゃくちゃ美味しいんですよね。この梅水晶があると絶対食べたくなります。それくらいに梅水晶があるとめちゃくちゃいいなということを感じてます。後藤さんはそんなあったらいいおつまみがある、これもまた魅力でもあります。そのもう一つはパリパリピーマンです。パリパリピーマンもあると食べたくなりますよね。ピーマンがおつまみにこんなに合うなんてと感じるこのピーマンのおつまみ、ピーマンの食感と味噌の味わい、これがたまりません。一度食べると止まらなくなるんですね。そんなハマるおつまみ、こちらもいただきながらお酒を楽しんでいきました。そこに焼きハマグリが登場です。焼きハマグリもあったら食べたくなりますよね。めちゃくちゃ大きめなハマグリ、こちらが登場です。食感と旨味がたまらない、ほんと食べるともう口の中が幸せ感で溢れそうになります。そんなハマグリの美味しさを味わった後、もう一つハマった料理、厚切りベーコンとアスパラ焼きが登場です。この厚切りベーコン、一度食べてからあったらまた食べたいと思い、この日もいただきました。食べると期待以上に厚切りで食べ応えがあるんですね。このベーコンそのものの美味しさもそうなんですが、そこへのちょっとした味付け、そして初めて食べた時のこの食感、食べ応え感がほんとたまらないんですね。ベーコンそのものの美味しさ、それを食べ応え抜群でいただく、さらにアスパラは絶妙な焼き加減と味付け、この組み合わせが絶妙的で美味しいんですね。めっちゃ美味しいと感じた厚切りベーコン、ほんと一つ食べると
また食べたくなります。そんなやみつきになる厚切りベーコンとアスパラ焼きはあったらぜひ食べたいおすすめな一品であると思い紹介をさせていただきました。そんな美味しい料理たちを紹介してきましたが、この五島さんもう一つの魅力は珍しい焼酎が楽しめることです。藤沢でここでしか楽しめないそんな味わいの焼酎も楽しむことができるんですね。いただいてみると初めて飲むそう感じる味わいの焼酎に出会います。さらに丸氷も用意されています。注ぐと いいですよね。この氷が割れる音、これはめちゃくちゃいいと思いました。早速いただいてみると、この甘治という焼酎はさっぱりした味わいでめちゃくちゃ美味しいなと思いおかわりしちゃいました。さらにこんな焼酎も用意されています。この時はまだ開ける前の状態でした。タイミングが良ければこの開けたての焼酎、こちらをいただくこともできます。すっごい念入りに密封されていますよね。それだけこの開けたて、それをいただくというのは貴重な体験であると思いながら見ていきました。めちゃくちゃ厳重に、そしてまだ蓋があります。ここから最後の蓋を剥がしていっていただいていったんですね。この焼酎もまためちゃくちゃ美味しかったんです。飲んでみて初めての感じるそんな味わいの焼酎、まだ蓋が開きません。すっごいですよね。ここまで念入りにされている、これは本当素晴らしいなと思いました。そしていただきます。このような感じでちょっと混ぜ混ぜしてから注いでいきます。こちらも丸氷でいただきました。このような感じで丸氷の上にどんどん乗せていきます。焼酎めちゃくちゃ美しいですよね。こんな感じで目の前で注いでくれる姿、これも見ながら楽しむことができるカウンター席はめちゃくちゃおすすめな席であると思いながら、この日楽しませていただきました。そして美味しくいただきました。この五島さんはここにありますということで、藤沢駅から見ていきます。藤沢駅の南口、この南口にある広いロータリー、小田急さんがあります。その小田急さんの横にあるこちらのロータリーから入る通り、この通りに入っていきます。この通りに入るともう30秒ぐらいで後藤さんが入っているビルが見えてきます。左手にある厚田ビルというビル、こちらのビルの3階に後藤さんは入っていました。こちらです。この入り口が目印です。隣に海鮮丼のお店がありました。こちらの入り口、この入り口の前にはいろんなお店の看板があります。その一角に後藤さんの看板もありました。この真ん中の方にある看板ですね、こちらにメニューが載っていましたので、このメニューもぜひ参考にしながら上に登っていっていただきたいと思います。早速上に登っていきます。このビルの中に入っていく、ドキドキワクワクしながら入っていきます。奥の方にエレベーターがありますので、こちらのエレベーターを使って3階まで登っていきます。3階に上がるとこのような感じで、左手後ろに行くと正面にお店があります。こちらが後藤さんです。ほんと素敵な外観ですね。今回後藤さんでいただいて感じたこと、それはまず他にはない空間、特に藤沢ではここだけと感じる、一度知ると居心地がめちゃくちゃいい隠れ家的な空間の居酒屋、これがまず魅力的であると思いました。さらに料理一品一品へのこだわり、見た目からも楽しめる料理を提供している、そこに対する料理長のこだわり、これもまた魅力的であると思いました。さらに期待を超えるボリュームと美味しさ、これがどの料理にも共通しているということも感じました。湯豆腐は具沢山、そして美味しさに衝撃を受けました。こんな美味しい湯豆腐は初めて、そう感じるくらいでしたので、この湯豆腐がある間はぜひ湯豆腐を食べてほしい、そう思いながら今回は紹介をさせていただきました。さらに珍しい焼酎へのこだわり、こちらもまた魅力的であると思いました。ここでしか飲めない焼酎が楽しめる、そんな焼酎にも料理にも空間にもこだわった後藤さんは、一度知るとまた行きたくなる、そう感じるくらいに気に入りました。藤沢駅周辺で美味しい料理とお酒をゆったりした空間でゆっくり
くり楽しみたい時におすすめなお店の一つであると思い紹介させていただきました。後藤さん本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。